ました。そうですか。どうしたの？その、猫耳みたいなものは、何ですか？ああ、そういえば油断してた。お風呂上がりはいつも出してるから。でも以前はありませんでしたよね。うん、家柄、血筋、まあ、そんな感じ。では月下先輩も猫耳が。あ、ごめん、これは私だけなの。そうですか。でも一体あの場で何があったのですか？琴花先輩には関係ないことだよ。え、でも意外だったな。まさかあんな時間までパトニーと話す仲になってたなんて。はい、パトさんはすごく優しくて、話しやすくて、それに、琴花先輩、今から私はひどいことを言いますね。ロカちゃん、実は少し失望しています。パトニーの表情の変化に気づかなかったとか、危機感が足りないとかは正直離れしてないとわからないことなので期待していません。私が失望しているのは琴花先輩がこの短時間でパトニーに心を開いていることです。ぶっちゃけ、もう好きになってますよね。でも、それはパトさんが魅力的なだけで、それにロカちゃんがきっかけを作って。はい、でも今回で少し琴花先輩に対する考えが少し変わりました。琴花先輩は、自分に優しくしてくれる、助けてくれる人に依存しているだけなんじゃないですか。そんなことは、言い切れますか？ごめんなさい、私が紹介しておいて。でもここで言い切れなかったってことは少なからず心当たりがあるんじゃないですか。そんなことは、すいません、場の空気を悪くしましたね。だけど考えてほしいです。今の好きは本当の好きかどうかを。孤独を紛らわすだけの依存でパトニーを選ぶと多分琴花先輩は今後一生後悔すると思うから。ロカちゃん、応援してます。そして悔いのない結末を二人が迎えることを願います。ありがとうございます。自分でも考えてみますね。私はパトさんに依存しているだけ。ロカちゃんに言われてすぐに反論できなかった。少なからず自覚があったんだ。でもそんな自分を認めたくなくて目をそらしてた。せっかねー。次は高級ディナーをおごれー。ぷ、本当にロカちゃんは、普段はあんなに適当なのに、肝心なところは本当にしっかりしてますね。明日、パトさんと話すときに確かめましょう。好きなのか、依存なのか。パトさん、大丈夫かな？大丈夫、パト。ダメだ、全然声が届いてない。それじゃあ私は少し、メリアたちと話があるから。パトはゆっくりここで休んでて。かな、お帰りなさい。ご主人の様子は、聞くまでもないわね。かな、辛かったらパトと一緒に休んでていいわ。どっちにしろパトには誰かついてないと。大丈夫、状況整理はしておきたいから。無理したらダメだよ。かなちゃん私が見つけた時、道で倒れてたのに。パトが受けた、血のイメージ、がかなにも言ってしまったのね。そういえば悪神教って邪教ですよね。ロカから聞いた話だと、各世界でテロまがいなことをやったりと危険な組織らしいわ。ご主人に攻撃した人の特徴からするに私たちに声をかけてきたあれもその一員の可能性が高いですね。あれって、悪神教らしき男性の方です。先ほどまで私たちに能力を使用した悪質な勧誘をしてきたんです。ということは今回同じタイミングでパトとメリアたちのところ同時に現れたってこと。同時、というよりあの時間帯に活動しているってことかしらね。二件同時に。ここ最近この東京で大きな異変が起きてないか調べた方がいいですね。悪神教を討伐するの。いえ、まずは悪神教についての情報を集めないと有害か無害かが判断できません。最悪、大きな事故が立て続けに起きて、この東京に大混乱を招くことがあれば、最悪大会中止、そうなればオーブを入手するタイミングを失うことになります。そうね、それに東京にいる住民たちに危害は及んでほしくないわ。あと、一人は琴花さんとご主人のところに現れたんですよね。琴花ちゃんが狙われてる可能性。でも被害を受けたのはパトだけだよ。その悪神教と、琴花ちゃんには繋がりがあったんだよ。繋がり、確かに琴花ちゃんは遠目で見ても何か親しそうに話してたわね。うん、パトに接触してきた悪神教の名前はシアーネ。パトはずっと脳内で死を覚悟するほど警戒してた。それで、シアーネと琴花さんの関係は、琴花ちゃんの幼少期の頃の家政婦らしい、さっきが本当に久しぶりの再会だったらしくて、それでかなり琴花さんが喜んでたんだと思う。少なくともパトから流れてきた思考や感情はそんなイメージ。無関係。とは言えないということですね。明日の早朝、私とソフィア、せっかちゃんと白の二手に分かれて悪神教関連の情報を集めましょう。私は、カナはご主人と一緒に休んでてください。そして動く場合、しっかりご主人を監視、護衛。カナちゃんはこの中で一番疲れてるんだからしっかり休まないとだよ。それに、パト君の感情を読めるのは、カナちゃんだけだから。うん、わかった。では今日は各自部屋に戻って寝ましょう。明日は忙しいですよ。パト、帰ってきたけど大丈夫。ああ、少し休めばなんとか。それよりカナ、こっちに来て。うん。カナも辛いだろう、一緒にそばにいよう。
え、そんなこと。強がらなくていい。俺の感情や思考を共有しているんだから辛くないはずないんだから。でもパトの方が辛いのに。カナはいつも俺のことと自分のこと、常に二つのことで他の誰よりも苦労をかけてるのは知ってる。そっか。いつまでも立ち直れずに自己嫌悪しているのも本当に悪いと思ってる。うん、でもそれはパトの気持ちだからね。私に遠慮なんてしなくていいんだよ。カナ。はいはい、その愛情表現もずーっと感じてる。信じてるよ、主。カナがそばにいてくれて本当によかった。俺は何度カナの優しさに救われれば。いいの、その分私はパトにたくさんのものをもらって、幸せにしてもらってるもん。だから明日も頑張ろう、ことかちゃんが心配なんでしょう。ああ、あの時は気が動転してしまったからな。じゃあ明日はちゃんと元気な姿を見せないとだね、寝ようパト。ああ、このままでいい。肩枕させてよ。俺はカナに甘えてばっかりだ。自己嫌悪に浸る暇があるならちゃんと前を向かないと。そうやって私のために少しでも前を向いてくれる姿勢、すごく好きだよ。いつまでも待ってるからね、パト。ここ最近の事件の情報をとりあえず探してみましょうか。東京っていい街だね。ご飯がどれも美味しいよ。とりあえずこの子に検索を期待するのは予想。ねえねえ、全知がパソコンで検索してるのなんかじわじわくるんだけど。仕方ないでしょ。私の全知は能力を失ってから更新されてないんですから。今ある知識で探り当てないと。頑張ってねえ。私が機械触るとなぜか壊れるから。ラッキーっすの。ここ最近この東京で結構事件が多発しているみたいですね。そうなの。全然そんな気配がなかったから気がつかなかったよ。特に表沙汰で話題になっているのは、建設物の原因不明の倒壊多発、と、模造品の過去最大数の町の混入。建設物の原因不明の倒壊、聖杯戦争でもしてるの。それをしてるならぜひ立ち会いたいですよ。何件かありますし、これらは実際に現地に足を運ぶしかありませんね。歩くの嫌だな。なら走りなさい。根本的解決になってない。あとは、東京都内変死体多発事件。変死体、何それ。原因不明の死体ってことです。それがここ数週間で。100件以上、しかもターゲットは老若男女関係なく。ですね。死体の状況は。メリアそういうの大丈夫なの。抵抗ないですね。どうしたの。死亡前の状況が、昨日のご主人とほぼ同じですね。亡くなった A さんは普段は明るい性格で人間関係も良好と周囲の評価も良かった会社員だったが、亡くなる前日、何かに怯えるかのように顔色が悪く、その日は仕事を早退、次の日 A さんが仕事に出勤してこないことに対して心配した第一発見者 B さんは、仕事終わりに A さんの自宅に訪問したところ、反応がなく、鍵も開いていたため、部屋に入るとそこに、A さんが部屋の隅で何かに怯えるかのような表情のまま亡くなっていたのを発見した。警察の情報によると目立った外傷はなく、薬物の可能性もなく、自殺の可能性が低いことから、現在事件性がないか調査中とのこと。昨日のパトの状態と一緒だね。一般人には能力という概念は存在しません。これが能力による殺害だと気づかないのは仕方ないことですし、情報を提供したところで一般人には到底理解されません。でも大会があるくらいだし、認知はされてるんじゃないの。目に見える能力くらいなら認知はされるでしょうけど、精神系は。ああ、無理だね。あれは実際に受けるか、気配で察知する熟練度がいるからね。そういうことです。しやね、元躍進強の東京支部を見つけ出す必要がありますね。すでに異変が3つ、そのうち1つの異変は悪心境って分かったし、あとはこれが他の異変にも関連性があるか調べないとってことだね。そういうことです。まずは、建設破壊異変を調査しましょう。そこから悪心境の情報を集めて明確にしていきましょう。了解。それっぽい場所に来たら何かいい情報を得られるかなって思って王道のコンテナが積んである港に来てみたんだけど、そんなバカなって思ってたのに。じゃあこれを10万で取引だ。悪心境に入ればタダでもらえる。入信したかったらこのパンフレットを見てきな。わかってると思うがヘマをしたら命がないと思ってろよ。まあ、薬が見つかってヘマしても俺の能力で記憶を消すようにしてるからノーリスクなんだがな。残念ながらあんたが一番やらかしてんのよ。こいつ本当こんなありきたりな場所で麻薬取引とかしてんじゃないわよ。私も大抵安直だけど、こいつもなかなかの安直バカだわ。というかこの人、昨日ナンパしてきた人だよね。これが昨日ナンパしてきたの、ご愁傷様ね。こいつ、いつの間に俺の背後に。というかいつまで俺の頭に足乗せてんだ。てめえ、昨日俺を襲撃したクソアマ。勝手に被害者ずらしないでよ。突っかかってきたのはそっちでしょ。
まあ、麻薬密売を見せられた以上黙って見過ごすわけにはいかないわ。安全面を考えてあえて木刀を買ってきたんだね。やめて、雰囲気が台無しになる。ち、2日連続で邪魔が入るなんて気に入らないぜ。いいぜ、このままお前ら2人ともぶっ殺してやる。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。